恒例の花火大会が1日開かれ、およそ4300発の花火が夏の夜空を彩りました。今年の高浜町の花火大会では、浜辺から打ち上げられたおよそ4300発の花火が夏の夜空を彩りました。高浜町の花火大会は夏の恒例イベントとして若狭高浜観光協会が毎年8月1日に開いています。今年のテーマは感動体験若狭高浜海物語、ワクワク、キラキラ、ドキドキの3部構成で、名物の水中花火や県内初のエメラルドグリーンの花火、それに竜宮城をイメージした花火など、さまざまな種類の花火が打ち上げられました。若狭和田ビーチから城山海水浴場までのおよそ4キロにわたる砂浜で例年観覧できる若狭高浜花火大会、県の内外からおよそ3万人が訪れ、夜空を染め上げる花火に見入っていました。